今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。ノクトの変な顔。うっせ、とんな。おかえり。野菜ね。ここは君たちの畑か。そうだけど。なあ、失礼。うん、いい野菜だね。またかい、君たちの野菜評判いい。また買い取らせてもらうから、余った野菜があれば言ってくれ。おかえり。ジャレットのお墓、自分で作った野菜ならノク。あ、元気か。はい、元気。ああ、これいろんな場所他に。ああ、そっか、今度から。ありがとうございます。サボテンダーか、探してあげたいな。ああいうのが趣味とは。あいつも渋いな。ルシス国内をまだ回るなら店も覗いてみるか。いいね、そうしよう。ノクト、見たことねえ武器だな。よし、楽しみに待ってな。よし、楽しみに待ってな。よ、thank you.
ちょうど将軍も来てますよ。ああ、レガリアもオルティシエに行くんですね。ノクト、もう出発だね。さっきちゃんとレガリアも積んだよ。レガリアも一緒なら向こうでも安心して旅できるね。壊したらシドさんに怒られるぞ。言いそびれていたことがある。ん、何？すまなかった、陛下を守ることができず何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな、ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねえってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねえってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。レガリアも一緒なら向こうでも安心して旅できるね。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。準備できてんだろ、さっさと乗りな。あの、どうした？わかった。花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。
軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だがついて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ。ルナ。うん。まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配って、ルナ・フレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様が。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエにか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてるぞ。王と襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら、正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうな。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。昔の？そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん。力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そうだ。水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクトへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最小の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだろうな。違うんだ。グラディオを言う通り、彼には善意でという認証がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃない？かもな。だが油断はできないと思ってる。まだつかないかな。なんだ、飽きたのか。だって見渡す限り海しかないじゃん。さっき見渡す限り海ですげーとか言ってたのはどこの誰だよ。
親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか。ああ、オルティシエでもらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が？王家の思いを背負うって覚悟がいる。表がそれを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかったのか。その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろ。お前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの。だが連絡を取り合っていると。数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って。親御さんの件か。辛かったろうよ。親が死んだのは物事分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろう。まあ明るくっていうか。ありゃ本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか。行ったってない。一度ただしばらく滞在した。どんな町。でけえ町だ。そんだけかよ。王都とはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな。一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃないかな。ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔。いつものことだろ。まあ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが知り合いの店がある。おお、ウィスカムって。親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた。そうだ。店はメシアだったか。まあ顔出してみな。ああ。で、なんてとこだ。なんつったっけな。マーコ、そんな名前だ。へえ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水人を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり。ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備を。してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのかよ。大変。
今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？あっと、イグニス頼む。仕方ないな。我々は帰国の文化を勉強しております。今回は郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。旅の写真に写って、ってことはさ、陛下のご友人でもあるだろうな。ノクト、会ったことないの？ない。ねえ、ルナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示ドレスって前に新聞で見そうだろう。見に行かない？式は中。でもほら。そうだな。首相は独立したがってるしね。軽くご飯食べよう。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。今日はがっつり食うぞ。そろそろ宿に入ろう。はい、どうぞ。何食べる？闘技場。またいらしてくださいね。ゆっくりご覧ください。腹減ったな。はい、どうぞ。ありがとうございました。ここに泊まろうか。またマーゴリー首相が来たって？
仲がいいね、あいつら。毎度どうも。ありがとうございます。うまそうな匂いだな。着いたな。早速闘技場に行こうぜ。どうもです。ケンティアナ、この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。それじゃまた会おう。ビビアンってこっちでいいの？うん、官邸がある通りだってさ。こっちで会っているようだな。もう夕方か。今日もいろいろありましたな。ご飯何する？やはり目が張るな。味が気にはなるが。すみません、ルナ・フレーナ様のドレスのお店はどちらでしょうか？この通りを官邸の方へまっすぐです。でも人が多くてなかなか見えませんよ。あ、そうですか。覚悟して向かいますね。嬉しそうだな。ルナ・フレーナ様ってやっぱすごい。改めて実感させられる。な、何時なんだろう。ドレス、やっぱり綺麗だね。私も同じ感じにしたいな。そうだね。じゃあ王子の衣装もどっかで頼まないと。王子の方まで。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナ・フレーナ様、ご無事でよかったね。うん。
こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく。ちゃんと。泊まれる場所はっと。ちょっとお店入らない？ゴンドラ乗ってかない？風が気持ちいいね。そうだな。どうも、帰り道もよろしくね。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私は初めての来訪だろ。この町はどうだ？聞きたいことがあれば。ここって帝国の属国なんだよな。この国は自治が認められてるだけだからな。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。で、儀式のために。ところが一方で水人が暴れて町に被害が出ると思ってる。帝国軍は町にも店にもよく来るよ。先日はレイブス将軍を見た。レイブス、ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあった。帝国は世界を神奈木が演説するって本当か？らしいね。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、新聞や雑誌も帝国の。まあ、あ、いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいい。お疲れのところ失礼するわ。私はノクト。彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを帝国が身柄を引き渡せと。うるへえ。でもうちもただで動くつもりはない。どう、取引をしない？答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。そう、何にせよ船旅の使い。そうするわ。本当にここは水の町なのね。綺麗だわ。君は君の考えで動けばいい。町で困った。あ、何買おうかな。おつあ、別。お、いらっしゃい。何か食べていくかい？さて、何をお出ししようか。おお、
試すのは腕だ。運じゃないからな。よし、任せたぞ。それじゃ、健闘を祈る。ゴンドラに乗った景色でもない。それじゃ、また会おう。ノクト、これを見てみないか。どうした？ノクト、これ乗ってみたくない？どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。ノクト、あれを見てくれ。なんだ？よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。一开始先试探。ウィスカムからは何を聞いてる？天使からは何も聞いてないわ。あなたたちのことは自力で探らされた。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。無事でいるんだろうな。無事よ。帝国に引き渡すかどうかはあなたたち次第ね。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。
それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。それが取引の話か。話が早くて助かるわ。じゃあ早速次に進みましょうか。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。避難はいいとして町への被害は？お気遣い感謝するわ。そっちは容認するつもりよ。人を守ってもらえればいい。それが最低限の条件。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。それは俺に帝国と戦えってことか。一言で言えばそうね。逆に言うなら、そんな騒ぎの中動けるような兵はこのアコルドにはいないの。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。わかった。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。どうも。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ。全面信頼。哦，那就好，那就好。国民外交啊。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギも。レイニスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。
看来应该是帝国单方面的奇效，目前玩到现在的感觉也没有看。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち三人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援ってのは。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことを忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように
な。でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ありがとうございます。こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任せとけ。始まるんだね。入ったら。我が名はルナ・フレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。おい、
に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だな。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。力がいるんだ。
じゃあいいや、君が私のせい。
クリスタルも取り戻すよ。おい、おい、早く来いよ、ノクティス様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうか。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけだ。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる？めえ、やめなよ。全部わかってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。あ、ノクト、ほっとけ。
カルタナティカ、もうすぐだよ。黒い服のお兄ちゃんたち怖い。ほら、人を悪く言う。じゃない。お墓はもう次の駅か。みんなで行けんのかな。え、誰も見てないって。アコルド政府は儀式後に起きた大災害を。食堂車に行かないか。気になる女の子みたいだけなんじゃない。違うって、お腹が空いたんだよ。何かあったか。さあ、でもしばらく停車するそうだぞ。
いらっしゃい。大した品はないけど、何でも買っておいき。またどうぞ。ゆっくり見てってちょ。じゃ、行ってらっしゃい。鉱山の探検会、ここで準備してってくれ。またよろしくな。盲眼刺客お、いらっしゃい。
また寄ってくれよ。また来てくれたか。またよろしくな。そろそろ行くのか。自分で何とかする。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。足は悪いぞ。転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。おい、王様、後ろの速さに気を配れよ。うっせ、分かってる。何か邪魔をしたか。いや、そういうんじゃなくて。赤はこの下か。イグニス、
足元。ああ。下がってんじゃねえか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。これでいけそうかも。動かせるか。これだ。おい、止まってんぞ。ああ、なんで。こういう場合、予備電源起動してくださいって。小屋に鍵があるらしいよ。大変な場所だね。な、のんきに構えんな。走んなよ。おかかん、はなくん。あれ？